波しぶきを感じたり潮風が恋しい。どこから対馬を攻めるべきか猛虎は分かってたんだろうね。どうやって？刀鍛冶をお探しですか？坂井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけで分かるのか？私には刀の顔が分かるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。坂井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。磨き上げましたよ。坂井様、十分な素材をお持ちください。では。またいつでもお越しください。鎧を整えてもよろしいでしょうか？お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは徳心がいきませんか？癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。太刀を鍛えて差し上げましょうか。今日も無事にお過ごしください。鎧はお体に合ってます？
もし太刀のお手入れをいたしませんか。先生は死んでなかったのか。戦を生き延びたのか。すごいな。羊も死んだ。先生ほどの腕前なら大いに役に立てたろうに。それが今モーコと戦ってんだよ。殺さないで。堺様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。みんなに礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあればあなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。堺様、お達者のようで。重則様の紫電一閃をご存知ですか。その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。についてのご用があればお役に立ちましょう。今の切れ味でご満足ですか。きっとお気に召します。また来よう。これで我らも安全です。志村様のことだ。you
一斉に空を飛んで昼間みたいに明るくなった。火を遠くに投げる兵器を奴らが持ってるって噂だ。だから本当に酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。僧源という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。草原か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。政子殿から言づてだ。和田家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。酒井様、ご無事で。私はそう言ってたんだって。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。
れましょう。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。尋常に勝負。もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った。
わしはただの使い走り。主は。それを知って何の役に立つ。己に問われる筋合いはないわ。政子殿。私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらびさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。子供を殺した褒美か。これきりの金のために。名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。
倒してください。あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため浅野の氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。こっちに来い。政子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつは久田の村長だ。久田は足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴は久田から逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞雄は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ寺においでとは思いもよらず。貞雄の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はね。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。滅相もない。腕は動く。心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。
あそこにおる男、荷車。あれが八郎、貞男の弟だ。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。今日は散歩日和だな。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこすって話した。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。八郎、マヌケな男よ。村長の弟だぞ。マヌケに代わろう。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日は文しか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村長に殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。はあ、ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。クタの村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。あらがう村人を殺した族は誰に雇われたと思う。知ってる、サダオだろ。卑怯な。ああ、やはりな。お前も、しゃべりすぎると、賊に襲われるか？木こりの家、賊が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだわかりませぬ。何、すぐにわかるさ。さあ来い。Ah!
ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。よし、影。よし。お侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて、民が詣でに来るときに鳥居がなくては困るでしょう。今こそ加護がいるときだ。
そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご符もそこで得られることでしょう。
来い。いつか穏やかな旅に出ようかな。槍川の乱の後、叔父上と父上は湯を見つけたと聞いたが、もしやこれか？この近くに役立つものはないか。残念ながら。ですが神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の看護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。
ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の打ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことはたわず。